キットマンン北海道探チャンネル、今回は7本の未公開のままの動画があるんですがそれを1本にまとめたオムニバス形式でございますまずなぜ未公開のままなのかということなんですが1本の動画にするにはちょっと素材が足りなかったとか、まあ、作ってみてね、まあ、見る人があまり興味ないからいいかなとかねそういう理由なんかで未公開のままとなっていた動画がまとめて今回公開されるということなんですが他 他の YouTuber さんでも扱っていた千歳にある中国人用の別荘群があるんですが人が住んでいなくて管理されていないっていうことになっているんですが実際に人がいて管理されている姿を捉えることができました他にはですね LGBT 法案っていうのがなんかねいろいろ話題になっている時にある公園のトイレを見たらですね女性用の看板があってそこに男性のションべんがあったのでねあれと思って で、それについての動画をやろうと思ったんですが、まあそれも中断してね、今回コンパクトなバージョンとしてお送りいたします。まあご覧ください。 まずは北海道大学の羊でございます。小さくて可愛い羊なんかがね、たくさんいますよね。研究用の羊ということなので、まあ、毎年春になると解き放たれるんですよねです。奥側には牛なんかがいますが、研究用の牛が毎年ね、毎年恒例で、このようにね、あの放牧されております。動画にならなかった理由としては、まあ、ただね、 こう羊が可愛いなと思ったからっていうね、それだけの理由だから、まあ動画にしてもなっていう感じでした。もしね、動画にするんであれば、北大の人たちにお話を聞いてね、どういう研究をしていてとかね、いつ頃から研究していてとか、まあいろいろね、聞きたいなと思ったんですが、そこまでね、やろうと思いませんでした。 これね、話しかけると寄ってきたんですよ。これ、餌をもらえると思ったんですかね。そして毛は刈られた直後って感じです。なんかバリカンを、ね、こう入れたような直後っていう感じの毛並みでした。これね近くで見ると非常に可愛いですよね。私の動画では、ハイジ牧場だとか、エベツの牧場とかですね、ああいうところに行って羊が結構出てきたわけですが、まあ、どこで見ても、ね、羊は非常に人懐っこくて可愛らしいですよね。 親の羊は去年もいたんですかね何年間ここで暮らすのか非常に気になるところでございます 続きましてお店でございます札幌市豊平区中之島1条1丁目マルトビルの2階にあります鉄道模型専門店レールパーク札幌というお店なんですけれどもレイアウトがありまして自分で持っていた鉄道模型を走行させることができるという素晴らしいお店でございます昼間のバージョンとお店の電気を消してジオラマのね建物の電気なんかが光る夜バージョンがあるんですがどちらも運転させていただき きました鉄道模型に興味ない人がいきなりねあのレールパークさんに行って鉄道模型を走らせるっていうことはないと思うのでこの動画でね少しでも興味持っていただいてお店に足を運んでいただいてこのようにねあの列車を走行させて楽しんでいただきたいなと思っております。 レールパーク札幌のオーナーさんとはツイッターでつながっておりまして前々からね今度あね遊びに行きますねっていう風に書いていたので、まあ、行くことができてよかったかなと思っておりますまたねあの秋ぐらいに遊びに行きたいななんて思っております見てください札幌っぽい雰囲気もありますし山のようなね赤潮線のような雰囲気のところもありますし昭和の雰囲気のあるゾーンなんかもありますし一つのレイアウトでいろんな楽しみ方をすることができるという 広いところなので部屋の普通の,、ね、あのマンションとかアパートの中で走らせるよりは非常に壮大な感じがして、ね、本当に外にいるような感覚で楽しむことができました。 中之島1条1丁目と言いましたが地下鉄南北線中之島駅の一番出口から歩いて1分ぐらいで行けるということなので雨にもほとんど濡れずにね、雨が降った場合ね、濡れずに行くことができます私はね、この日、自転車で行ったんですけれども、まあ、その周辺にもね、駅の駐輪場なんかもありますし比較的便利なところでございます駐車場はないので周辺のコインパーキングを利用してくださいとのことです。 なぜ未公開のままになったのかということなんですが、鉄道模型趣味を持つ私としては、この動画でね、1本作ってしまうと2、30分になってしまい、鉄道模型チャンネルになってしまうので、あの、未公開のままというかね、動画を持ったままの状態で今日に至ったというわけでございます。 続きまして、えー、もう一つの仕事、マジックショーでとあるホテルに行った時の話でございます。まあ余興はね、あの普通に行ったんですけれども、控え室から下を見たらですね、屋根がありましてあ、屋上ですね、屋上がありまして、レールが引いてあったんですよ。で、このレール何なのかなと思って、 でそれを調べてこういう設備とか施設がありましたっていう動画をやろうと思ったんですけれども、まあ、忘れたたままにななっていたといととうことなんですねおそらくね遊園地屋上遊園地なのかなと最初思ったんですけれどもどうやらそんな感じではない雰囲気でしたね。 続きままして室蘭市高佐護町でございます。こちらのガソリンスタンドから漏れ出したガソリンが地面に染み込んでベンゼンを含む有毒物質がその周辺住民の水道水となって出てきたということがあったんですけれどもそのベンゼンを含む水をね飲んでしまったとか触れてしまったとかそういう住民が保証を求めて説明を求めたということがあったんですがその後どうなったのかとかねあの聞いたりね見たりしようと思ったんですが 到着したのが朝早すぎてですね、あの何もできないで終わったとね、そういう回でございます。えー、周辺のね水道管を見たんですけれども、まあ、水道管のあるところを見たんですが、工事が行われていました。おそらくね水道管が交換されていたのかなと思って見ていました。 周辺住民は水道水からガソリンの匂いがすると前々から訴えていたんですが室蘭市の対応が非常に遅かったという問題がありましたさらにはガソリンスタンドが確認作業を怠ったという問題もあったそうです この建物が町の会館なんですが、ここで住民説明会が行われたということでございます。先ほど言いました、周辺の水道工事がね、このように行われていました。ベンゼンのね、ガソリンの匂いしないかなと思って、あの、嗅いでみたんですけれども、まあ、私が行った時はね、もう改善されて治っていたのではないでしょうか。特にね、これは大変だ、みたいな、そんなあの匂いはしませんでした。 続きまして、公園のトイレでございます。女性の看板、表示が出ているのに男性用のションベンキがあったので、まあ、最近ではね、LGBT 法案といって、おっさんの格好をしていて、女性の心がありますといえば、女性のトイレでも、女性の風呂でも入ることができるのか、みたいなね、そんな議論がたくさん行われていましたが、まさか札幌市はそれのね、先駆者的な 感じでね、えー、女性も男性もトイレをねもう関係なくしたのかと思って動画にしようと思ったんですがそれは違いましたねあのちゃんとねあの確認したところ、えー、お母さんが男の子を連れてトイレに行く場合、えーね、女性のトイレにションベンキがあると助かるよねということで、えー、設置されたということでございます。 逆にお父さんと女の子の組み合わせであればそのまま男性トイレに行けばいいということでございます。この LGBT 法案で、ね、揉めてた時、まあ、盛り上がっていた時に見たトイレだったのでひょっとしてと思いましたよねでこのトイレは男女が一緒で、えー、障害のある方と子供は別っていうパターンでございます 続きまして、これは昔ながらの単純なね、男性と女性ということで、男性が青で女性が赤となっております。しかしですね、バリアフリーだとか、障害者用のトイレを増やすぞということで、このトイレは男性と車椅子、そして女性は、まあ女性は特に車椅子のマークがないですね。こういうパターンとか、いろんなパターンがあってね、ちょっとあの、ややこしいなと思いました。 トイレだけでね、10分ぐらいの動画にしてもよかったんですけれども、あまりにもちょっとマニアックすぎるかなと思ったので、未公開のままになっていました。 続きまして6月30日から7月2日まで行われた石ころマーケットというイベントがあったんですけれども、これはアスティというね、あのビルの中で行われました。まあ特にね、北海道らしいイベントかと言われたらそんなこともなかったので動画にはなりませんでした。北海道のね、功績なんかはありましたけどね。 ヒットマン北海道探索チャンネルっていうのは、私の YouTube チャンネルのサブチャンネルなわけですが、北海道に関係ない動画っていうのは、まあメインチャンネルでね、今回やればよかったのかなと思いました。で、この販売している人がどんな人なのかとかね、あのちゃんとじっくり見て回りました。おそらく私の中では、石よりも売っている人とかね、来店している人をじっくり見ました。で、ブースがバーっとね、たくさんあって、外国人の販売している人もいました。 どこから来たのかと聞いたところインドから来たと、ね、言っていましたインドから来た人が56人ぐらいとかね、そんな感じでしたで買いに来ている人もどんな人なのかなとね、あのいろんな人を、ね、あの観察したんですがやはりね、石からパワーをもらいたいっていう人だとか石をたくさん買ってどっかで、ね、販売するような、まあ、石の、ね、販売する人だったりとかね、本当にさまざまな人がいました。 お待たせいたしました。続きまして、千歳市でございます。今映っている建物群はあの17棟ありまして、中国人用にニトリパブリックが作った別荘群でございます。これ以外にも1000件の別荘というかね、建物をニトリパブリックが建てようとしたんですが、それは周辺,周辺の住民に反対されて建、えー、っていない状態なんですが、詳しくは過去の私の動画にあります、説明欄にありますから、そちらをご覧ください。で この中国人用の別荘群というのはですね 大きなアンテナがありましてで近くにあの新千歳空港があったりとか自衛隊の基地があったりとかっていうことで情報が盗まれるんじゃないかという危険性があるということを、ね、あの危惧している方が、ね、結構いるわけですが現在どうなっているのか見てきました、えーとまあ、他のねユーチューバーの方も結構最近あのここに、ね、行って撮影してどうなっているのか見に行ってるんですけれども現在誰も人が住んでいなくて管理されていないという とことになっているんですが、えー、実はですねそんなことなかったんですよね 私がね、こう歩いて別荘を見たところで住んでるか住んでないかっていうのはね、まあ、電気消えてていないなっていうのはね、わかるかもしれないですけど、住んでるか住んでないかっていうのはね、あのその周辺に住んでいる人じゃないとちょっとわかんないと思ったので、周辺の人にね、結構聞いたんですよね、ここ人住んでますかと、住んでる人見たことありますかと、でそしたら住んでる人は最近は見たことないけれども、管理している人は見たことがあるということだったので、管理する人が来るまでね、あの、あの通いましたよね。したらあの電気光ってると とまで調べたところですねちゃんとニトリパブリックで1週間に1回、えー、社員さんが来て管理しております。 一週間に一回、千歳の別荘17棟の点検作業ということで、会社の車で社員さんが来ております。どんな管理をしているかといいますと、換気と水抜き、あとは外注業者への発注なんかをしているそうです。そのね、スタッフが一週間ね、あの、一週間に一回見ることができます。それ以外にね、あの住んでいる人はさすがにね、いませんでした。まあ、なのでね、ゴーストタウンと言われてゴーストタウンというのはね、まあ、合ってるのかといえば ってるんじゃないかと思っております。まあ未公開のままになったのは、まあ特にね、あの近隣の人とまあトラブルがあったとかね、なんか動きが前回の動画と比べて特に動きはなかったのでね、いいかなと思いました。まあ、動きないかといえば動きはないんですけれども、管理人がいてまあ芝刈りをしたりとかね、まあ、管理はしているっていうことは分かったのでいいかなと思いました。 これが実際にね、中国の方がどんどん来て、えー、例の巨大構成のアンテナを使っている様子があればん、これはちょっと危険だなって感じで動画になったかもしれないんですけどね。そういう雰囲気はなかったので、今回は未公開のままにしたという理由があります。そんな感じで未公開のままだった7本を集めたオムニバス集でした。ありがとうございました。